みんなを、1980年2月26日台は、台湾の俳優。183クラブのメンバー。台湾出身。血液型大型身長180センチメートル。台湾芸能事務所、京スグルツ所属。2002年、世界各地を取材したテレビ番組、冒険王においてのレポーターぶりが評価され、2004年に天国のウェディングドレスでドラマデビューし、 注目を集める。同年にはアイドルグループ183クラブのメンバーとして活動。2005年には台湾で大ヒットを記録したドラマ、カエルになった王子様に主演し、同年ネット人気投票においては人気俳優マイクハーを抑えて人気ナンバーワンを獲得した。ドラマ、カエルになった王子様では、 金持ちの温蔵主役を演じた彼だが、実際の彼の老いたちは、ごく普通の商売人の家庭で育ち、自身も小さい頃によく両親の手伝いをしていた。そんな老いたちから、今後のドラマでは仮想の役もこなしてみたいと抱負を語っている。ネット人気投票リンクのタイトルナンバーワンを獲得した彼だが、性格は至って控えめで、僕は台湾人っぽい顔立ちで、 そんなにかっこよくないよという発言をしている。語学は中国語、台湾語のほか英語も流暢に話す。2020年6月、元アイドルのワン・ティン・シュエンと結婚し、すでに男児が誕生していたことが報道された。ありがとうございます。